今これね、グリーンオフからの逆目ですけれども、ここに流れてます。ね、ここであのサンドエッジを持ってですね、普通に打ちます。ね、こういうミスみんな、ね、多いと思います。これ。でもこれ無理があるんですよ。逆目に沿ってまっすぐ平行に入れちゃってるから。これもう根がありますし、ストップします。サンドウェッジのように重たくしてバランスがあるものはもうブレーキングかかるんだよ。不可能です。何を使うかって言いますと、実は9番アイアンです、ね、逆らわないように打つための今ね打ち方を教えます。フェースをこのように寝かします。寝かしたらグリップこっちに来ますから、時計の反対回りに回って同じように左太ももの前に、ね、そしてコック入れるとこのバウンスで引っかかりますので、コックを入れない、横からこう払うように、そうで、フォロースルーでフェースのようにボールを乗せてください。ね、ボール上がるでしょ。だるま落としのようですよね。全然引っかからないです。こうちょっと抵抗あるけど、ほらこれとは全然違う。ほら全く違うでしょ、これ抵抗感が。だまっすぐ入れちゃダメなんです。もう一回いきます。これを倒します。こちらに移動します。自分から見たらボールが今まで左足親指の前だったのに小指の方に移動した感があります。ハンドダウン、コックしません。横から入れます。フォロースルーで余計フェース開く感じ。左振ってあげてください、ね、よく上がるし止まります。ここにペットボトル置いても乗りますよね。ちょっとでもこうフェース面がほら、ここに帰ってしまうともうランが出て止まりません。左にも飛んでっちゃいます、ね、必ずこの足の向きのラインに沿って平行に入れて、なるべくシャローに入れてます。こう入れるとここでリアクションでフェース返っちゃいます。上から、ね、ぜひ皆さんこの逆目の打ち方覚えてみてください。こういうふうにもう中入っちゃってる状態でも重心低くすれば出ます、ね、重心低くしてやればいい。こんなね、隙間今入っちゃって出たでしょ。昨日なんかいじめだよな、そこ出るわけねえと思ってもっと低くしてやる。悪ければ悪いほど低くなるってことが大事です。はい、逆目の打ち方について説明しますね。昨日なんかずっと雨降ってたからね、すごくぐちゃぐちゃだったけど、こういうふうに今まっすぐ構えてます。これをこう寝かします。こっち側にフェース上向きますよ。そしたらグリップがここに来ます。このグリップに対して時計方向に回ります。一応これもバウンスですよ。だけどバウンスが小さいです。クラブも軽いです。操作性抜群です。で、逆目に対してまっすぐ入れるんではなく、この向きになると斜めになりますから、こう入ります。このまま寝かしたまんまです。このまんまここね、このヒールから2に入れてフェースの右上でボールをこう乗せるようにこう打ちます。下の右上に、ね、今だって結構逆目効いてるんだけど抜けます。これだからフェースを立てちゃダメです。これ寝たまんま、もっと寝かしちゃいましょう。恐ろしいぐらい。
と寝かしてるんです、短い場合。これね、グリーンの日本は受けグリーンなんで、グリーンの半分より奥行ったらサイドでもほとんど逆目になりますから、この打ち方が必要になってます。あの SA でやったら下向けますので、 Q とか P ぐらいですね。非常にこれ使って皆さんあの攻略して逆目対策みんなうまくなってます。ぜひ練習してみてください、はい、倒す、グリップがこっち来る、時計の反対回り、ね、ハンドレートになってボールがすごく左に感じます。で、フォローサイドで余計フェース開くような感じ、こういうの。そうするとここに乗ります、ね、ものすごい上がり方です。こうです、ね、余計フェースを開いていく感じにしてやる。こんな感じ、すごい止まり方します。バックスピンすごいでしょ、はい、フォロースルー取ってみて。そう、フェース乗るって余計開く感じって、はい、こんな感じなんですよ、水平にすると。そうするとこれちょっと乗せてみて、はい、乗ったでしょ。これぐらいフォローでこう開く感じ、はい、これだとボール転げ落ちちゃいますよね、こういう感じ。そうするとふわって9番でも上がります。はい、まっすぐのところから、はい、グリップをそう右に移動して時計の反対回り回ったら、はい、すっごいうまい。フェースに乗せてますね。逆目の打ち方ですね。今普通に構えてます。これを、はい、寝かせます。はい、寝かしてグリップがこちらに来るから時計の反対回り回ってます。そうです。はい、それでクラブ寝かしたままコックをしないでください。そう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 、ね、完全逆目です。逆目の方向に振っちゃダメだから、斜めにね、切るように振るんです、ね、ボールがふわっと上がります。もう一度お願いします。逆目が倒れてる方向に振ってしまうとね、引っかかっちゃうから、斜めに切るように、そうフェースに乗せてあげます。そうです、余計開く感じ。ナイススイングです。チャンネル登録はこちらまでお願いします。